さあ宮里アイプロねスタジオにお越しいただきましたが、はい、いかがでしたか、はい、お疲れ様でした、お疲れ様。今日ね水木さんもお休みでしたから。そうなんですよ、回しまでやっていただいて本当に大変だったでしょ。僕ですか、そんなことどうでもいいんですよ宮里アイプロの印象を聞いてるんです。いや俺疲れちゃった、僕も疲れちゃったんです本当は選手来るとやっぱり緊張するじゃないですか。緊張しますね。これやっぱ苦しいですね。ただ選手からじゃなきゃ聞けない情報をそう聞いちゃったんですよ。聞いちゃいましたねいっぱい。今言えないんですだから、言っちゃうと見なくなっちゃうと困る。いろいろ話してくれましたね。しました、意外だったのはそのまあアイプロのね印象っていうと、やっぱり素直で素敵な女の子だなっていう、女の子って言うともう失礼ですけども、そういう印象でね、ああいう厳しいところで戦ってるようなこうなんていうのかな、負けん気の強さはすごいんでしょうけれども、そういうところあまり感じられなかった。手の内をあんまり教えたがらないですけどね、プロゴルファーっていうのは。本当にねインサイドを見ちゃいましたね。よく答えていただきましたよ、これはね本当にあの僕自分でやってるからじゃなくって、本当に番組ご覧いただきたいと思います、はい。あ、そこではそう考えてたのかと。 VTR とともにお送りしますんで、もし見逃してる方でも分かると思います。はい、はい、もう愛選手素敵でございました。はい、はい、さあ、注目株は今シーズンですね、はい、2014年今週やっぱ今シーズンは 2年目に入る上原選手と有村選手、この2人行きたいですね、2年目でスケジューリングも分かる、どこのコースが自分に合ってる、どうやってトラベルをしたらいい、全て分かってきたあの2人がどこまで成長ぶりを見せるのかっていうのはね楽しみです。はい、はい、今年も2年目ですけどもね、はい、あの上原プロが、アイプロに質問攻めに合わせるのかっていうね、あんた今日でもこれも番組見ていただかないと分からない言っちゃいそうだった今、危なかったな。あの上原プロがアイプロにいろいろ聞くそうなんですが、はい、一体何を聞いてるんでしょうっていうのもね番組の中でお知らせしてますんで、はい、まあね、LPGA ネットワーク、はい、2014年もぜひよろしくお願いいたします。